今回の旅行はまず成田からパリ経由でアムステルダムに行き、ハーグ、マーストリフトを見た後、ルクセンブルグに入りました。世界遺産都市ルクセンブルグを見た後、ベルギーのブリュッセルに入りました。ベルギーではその後アントワープ、ブルージュを見て、ケントに足を伸ばし、アムステルダムから帰国いたしました。を窓から入れるため、どの家にも家具を吊り上げるためのクレーンがついています。本家ハイネケンの本社です。ハイネケンの前からボートに乗りました。運河クルーズのスタートです。シンゲル運河を東に進んでいます。住居用の船、いわゆるボートハウスです。運河を通る船から見られることを意識して、運河側も飾り立てられています。川幅の広いアムステル側に出ると、ボートは左に曲がって北に向かいました。そこには典型的なオランダの屋並みがありました。水門を通過します。今通過したアムステルダム水門です。また左折してプリンセン運河に入ってきました。屋根にクレーンがついた家が並びます。アムステルダムで一番高い西教会の鐘楼が見えてきました。高さは85メートルです。ここ2、30人です。見てください、フランク・アンネの家でした。船はアムステルダム中央駅に近いオープンハーバーに出てきました。ここから東の方向へ進みます。よくやってくれる。前なんか向こうチルチルとかって割れてました。海と思われるような広いところに出てきました。A1 です。船は東に航行中です。右側にスイスから来た豪華客船が停泊していました。この客船はどこの国から来たのでしょう。
国立海洋歴史博物館です。Es un restaurante de alta calidad culinaria con una extensa selección de especialidades cantonesas.16世紀に作られたモンテルバーンストーです。船は再びシンゲル運河に戻ってきました。クルージングの後、ダイヤモンド工場を見学しました。これ台だけで2万1000円ぐらいですね。涙のしずく、あるいはハート、エメラルドカット、ちょっと私は存在してませんでした。マヘレの羽橋です。王宮です。新教会です。歴代の国王の戴冠式もこの教会で行われています。アムステルダム中央駅です。元の中央郵便局の建物ですが、今は高級のデパートになってます。国立博物館に行きます。博物館の庭の桜が満開でした。入場の順番を待っている人たちです。博物館のロビーにあるミュンスターの講和を祝う宴会の絵です。1648年5月15日にスペインとの間で締結されたこの講和で、オランダは独立したのです。これはイギリスの軍艦ロイヤルチャールズのカウンター装飾です。1667年のイギリス海軍との戦いで勝利し、イギリス艦隊の旗艦ロイヤルチャールズを打破したのです。これはオランダ海軍が使用していた大砲です。軍艦の模型ウィリアム・レックス号です。大砲40門を装備していました。フローリス・ファン・デイクのチーズのある生物画です。ピーテル・クラスゾーンの七面鳥パイのある生物画です。フランス・ハルスの陽気な酒飲みです。ヨハネス・フェルメールのミルクを注ぐ女です。ヨハネス・フェルメールの手紙を読む女です。ヨハネス・フェルメールの工事として知られるデルフトの柳波です。ヤン・ファン・ホイエンの日本の歌詞のある風景です。レンブラント・ファン・レイン、セイ・パウロに扮した自画像です。レンブランのユダヤの花嫁です。レンブランの
マリア・トリップの肖像です。レンブラントの夜景です。レンブランのアムステルダム布地ギルドの見本監査官たちです。アーベルト・コイプの馬に乗る人々のいる川の風景です。ヤン・ボトのスケッチする人のいるイタリアの風景です。ヤン・ステーンの身支度する女です。赤いストッキングは売春婦を意味しています。スリッパと犬はセックスそのものを意味しました。ヨハネス・フェルス・プロンクの青いドレスを着た少女です。